六代目三正家小勝は東京出身の落語家。本名、吉田国重。生前は落語協会所属。出返しは井手の山吹。通称、梅助の小勝、宝治屋の師匠。夫人は日本舞踊の花柳和江。神田錦町の電気学校卒業後、東京市水道局に勤務し金町浄水場の技師を務める。当時の落語家の中では、 珍しいインテリ出身であり、教会の幹部候補だった。1930年3月、叔父の友人、中村さんの紹介で、曲芸の春本女次郎を通じて八代目桂、文楽に入門。文楽の文と中村の中から一字ずつ取って、桂文中と名乗り、常磐亭で初講座。1931年3月、桂文七で二つ目に昇進する。 1936年5月に、キングレコード専属となり、最初の吹き込みレコードを発売。このレコードに収録された、自作の新作落語、水道のホース屋がヒットする。1937年5月、二代目、桂梅介を襲名、新内昇進。明るく、スマートな芸風で、講座でもレコードでも人気を博す。太平洋戦争中に同章に遭い、 予選の講座やレコードの吹き込みも中断された。戦後も、新作落語を講座にかける一方、古典落語にも力を入れ、三代目、三遊亭金馬、二代目、三遊亭演歌と並んで、両党使いと称された。1956年3月、六代目三省へ、古葛を襲名。襲名披露工業中の1956年4月。 右手に痺れを感じて軽い脳一血に陥る。東方演芸場での襲名披露には、半分の日程を残して出演できなくなり、落語家として致命傷というべき、言語障害に苦しむ。必死のリハビリの末、同年6月に講座復帰するも、右女女時代の気力と体力を取り戻すことはできず、師匠、文楽が1971年12月12日に、 母子してからわずか17日後の同月29日、後を追うようにして死去。63歳没。集。募は柳中仏神寺。戒名は次官院落雪日章古寺。生前は坊野久さんを師匠とする落語家の川柳の会、可憐会にも参加していた。またおいに俳優、歌手の新人大重がいる。ありがとうございます。